まっちゃんこんにちはですね、はい、最近ドライバーが調子いいまっちゃん。<laughs> ありがとうございます。で、えーまあ、何をして、はい、調子よくなったか、はいえー、その辺をまを、あ、練習しながら、はい、答えていこうかなと、皆さんにね、はい、やっていこうかと思います。で、打ってもらいます。<laughs> いきなりですね。はい、まっちゃんの塩クラブはピンの G410。変わらず。変わらずですね。 アットスキングで最高です。アットスキングで、はい、最高ですね。最高です。はい。じゃ行きます。いいですね。いい感じですね。まあ最近ほとんど OB も打たなくなって、はい、そうですね。ええー、まあ結構このコースの幅を捉えているわけなんだけど、はい。何をしてますかということなんですよ。はい。で、まあ。 あることをしてるんだよね。あることをしてます。そう、球筋を作ってるんだよね。自分でそうですね。うんなんか構えてスイングを考えて。はい、打ったらあドローした。フェードしたじゃなくて。はい、今まっちゃんはめちゃくちゃフェードを狙って打ってるとそうだから、もうコースのすごい。左側を狙って。うん もうすごいスライスでもいいっていう気持ちで打ってます、ね。そうだね。はい。だから自分で球筋を作りながらゴルフするようになったんだよね。はい。今まではあそこに向いて下向いてえいって打つ。そうする、ね。むしろまあちょっとスイングはもうちょっとこうでこうやって振ってとか、うん、結構そっちに意識があったんですけど、うん、今はもう先やっぱコースを意識して意識して、はい、ボールの曲がり方だったりとかっていうのをやっぱり意識して、ね、意識してやってるとまあ調子が良くなってきたと。そうですね。あのー。 今週ですね、2>, はい、まあ2回、僕とまっちゃんと3回か、<laughs> 3回行きましたね、ゴルフ、3回行きましたね、太平洋成田じゃない <laughs>、はい、よそのコースに、まあ、先輩の飯島宏明プロと、はい、佐久間秀也プロに一緒に回らせてもらって、2>, はい、まあ2日間やって、まあ、ワンハンをしてね、<laughs> で最初の、<laughs> はい、まあ最初はまあスカイウェイに。 そうですね、僕とまっちゃんで強風の中強風の中午後ハーフに行き、はいまあ、よそのコースでいろいろ試してたわけなんだけど、はい、まあドライバーの調子が良かったとまあもうなんか今は心配はないですね心配なくなってきましたよね、はい、で、まあ、これは僕たちは今フェードをこうね狙って打ってる、はい、まあ時には結構大きいスライスをこう,う、ね、打ってるわけなんだけどまああの元々がドローヒッターの人とかは、はい、まあ結構フック,フックね 打ったりとか軽いドロを打ったりだとかしていけばおのずとフェアウェイとらえる数が増えるというかまあ言ったらやることが一つになるというかもうなんかここはちょっと捕まえてとかじゃなくて大きくスライスを打つかスライスを打つかそう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 そなんですね。そうなんですよね僕とまっちゃんはこれね練習場でいうと左の林が OB と。 でまあ、向こうに、ね、あの奥のネットの方ねあに車が見えますけど、はい、まあ車が並んでいるところまでが、まあ、コースだとします。はい、で、まあ、最近、特にまあ僕もちょっとドライバー良くなってきてもう心配ほとんどなくなってきたんですけど、はい、まあ僕の場合はフェもともとフェードヒッターで、まあ、ちょっと左を向いて打ってただけですよフェアウェイの左サイドぐらい、はい、そうすると左引っ掛けたり ね、大きくスライスしたりしてたんだけど、はい、左の OB 向くようにしたんだよね <laughs> もうめちゃくちゃ左向いてますよねめちゃくちゃ向いてる <laughs> もうええええみたいなそうそうそうで <laughs> ここからでいうと、はい、もう50の看板の方向くぐらい向くんですよいや本当そうですよねはい <laughs> でそこから球を絶対に捕まえないんですよね、はい、もうスライスというか逃がすそう インパクトの時にフェイスを開いていく感じ。そうですね。うん、開いてやってる。まあでもある程度打ち出しは、そう。まああの50の看板付近には出すんですけど、そう。これを手を返して50のところ持っていこうとすると、はい。サソリが出ちゃったりするそうですね。あの50から100%スライス打たないといけないですよ。そうですね。逆ニュートスで刺せればいいだけです、ね。そう。スライスさせればいいですよ。はい。そうするとコースの幅が。 一番左のラフから右のラフまでめちゃくちゃ広くない40ヤード幅ある大体こうコースって 40, 40ヤードだったらもう十分40ヤードだったらコースなんか収まるよねだって40ヤード曲げようと思っても曲げられないですよね曲げられないですよね、はい、右に出て右はよくないですよそうですねでもちゃんとターゲットを、まあ、僕らでいうとまあフェードなんでめちゃくちゃ左向いといて、はい、コースの OB 向いといてそこからスライスさせれば、はい、必ずボールは戻ってくるんだよね そうですね、これが球筋を作ってるわけだよね、はい、フェードで、はい、それがちょっと捕まってまっすぐいくこともありますでも左ラフぐらいで済むんだよねいやそうなんですよねでとこれねあの、まあ、太平洋クラブ成田コース、まあ、所属プロの藤田、はい、プロはまあドローヒッターで、はい、まあドライバー本当にすごく上手なんですけど藤、はいねえー、田プロはやっぱりこうフェアウェイの右端向いておいてつ、まあ、捕まえる、はい か捕まえなないいかみたた感じでで前言ってたんですよやっぱりドライバー上手にはやっぱり理由があるというかそうだからもうだからもう言ったらもう絶対右向いとけば帰ってくるけど、うん、その帰ってくる度合いをあとは調整してるそ<う>とです、ね、変えれるってことだね藤、ねまあ、田プロなんかはもう右端から左端まで曲げれるよとそう,です、ね、そうすればコースの幅は広く使えるとそうです、ね、いうふうなことを多分彼はあの上手だから、まあ、自然にできてたというか。はい うん、だら僕らはちょっと意識しないとできなかったから、まあ、ちょっと今、意識してやってますけど、はい、まあ昨日のゴルフ場も結構狭いゴルフ場いやそうですねロービー出ずですね <laughs> まあでそれの結果ではあるんですけれども <laughs> まあ僕、セカンドでービーしましたから <laughs> セカンドま <laughs> っすぐ狙うんで狭く見えちゃう <laughs> 曲がんないもんね,そうで,すねでもそう球筋をつくってゴルフすると、はい、かなりゴルフが楽になるね。 ね、ちょっとねまあ打っ,て打ってもらいましょうはいちょっとにそこのここまあ50のそうですねまあさっき言ったあの車の範囲が、まあ、コース内だとしたらまあコース内ですねそうですね左の速は OB と本当にその50はい看板を抜いといてあちょっと右で散った、うん、やばい、うん 右オビーっす <laughs> いやでも <laughs>、はい、これレンジボールだから多分大きく曲がってるっていうのはある,あると思うんで、はい、まあコースボールであんなに曲がってるのはまあここンランド見てないんで、はい、出玉が揃ってくるよねそうなんですよねちょっともう一回いきますね50の方向いといてそういい感じあれでいいんですもんね あれだともうフェアウェイど真ん中ですねそうっすよねそうでまあちょっとその右に打たない時とかははいあのそんなにね左を向かないでフェアウェイ真ん中向いてカットするみたいなそうだ基本的なカットなんでまぁ僕らはね今カットでやってるけどねはいやってるとまあぁ帯行かないんだね帯行かないですしあと僕はだ僕だけかもしれないですけど飛距離がいわゆるそっちの飛んでるというかそうだね なん,ね、なんか僕もまああの何、ー、て言うのかなやっぱご駒振ってるよりは、はい、やっぱり戻ってくれるようになったら振れてくるんだよねまたむしろ振った方がいい球が出るという、うんでかそうそうそう,そうだから結構こういい感じにね僕らはまあなってるというか、はい、皆さんも、まあ、その辺ちょっとやってもらいたいなと、はい、ちょっと僕も打っていきたいと思いますドライバードライバーがですね、はい、ちょっと今2個あるんですけど、はい まあちょっと2個あるんですけどね赤ベンタスでローグと M6 あるんですけどこれがあとまだ30分しないと打てないんで M6 の,の方でまあ現エースドライバーですね言っていきたいと思いますで僕は今までだとフェアウェイ左サイドぐらい向いてこうフェードを打ってたんですだからフェードだけどほとんど曲がらないフェードみたいなイメージですよねそうだから結構球を捕まえていくイメージだったんでね はい、左向いて捕まえていってるんだけど球はフェードするみたいな、はい、今逆なんですよね左向けるだけ向いて球をなるべく逃がしていくと左向いてうんまあ今50出て左に端飛んでいきましたけど <laughs> でもしっかり50の方向出るようになったんですよねそれがだから 言ったらもう本当に出玉さえちゃ出てればそうなんとかなるんですよねだ狙いどころなんだよねだこの左の端が、はい、まあえー、っと50よりちょっと右側の車が、まあ、ギリギリのラインだとすると、まあ、あそこ向いとけばあれより左に出ることはほとんどなくなったわけですそうですねうんそうするとしっかりこれ逃がしていけるから、はい、結局逃がしていく動きって腕がこう伸びないから そうですね、体が伸び上がりづらいんだよね逆にこう前傾がキープできるというかはい、うん、このままおおめちゃくちゃいいボール、まあ、あれで曲がり幅でいうと多分10ヤードぐらいなんですよ本当に僕和光、まあ、さんの方が、うん、多分スライス回転は多く入ると思うんですけど、うん、僕とかどんなにやっても、うん、曲がって10ヤードですよ <laughs> <laughs> そうだよねそうなんですよ そうなんですよ。なんで僕は言ったら大げさにやるぐらいでちょうどいいっていうイメージで僕も結構そのありますよもうそれこそ本当にもうまあもう左の林の奥はあの向こうの駐車場なんであんまり左ね向いて高い球は打てないですけど、はい、もうハイフェードを狙ったりもできるわけだよね。 そうですね、うん、ちょっと今、押さえてるフェードなんだけど、うん、大きくスライスさせてもフェアウェイ右サイドに残ると大体いいネット1枚分曲がったら、うん、まあまあ曲がってるかなって感じじゃないですか。そうだねあれってでもまあ ェェアウェイの幅よりりは狭い曲がりなんでそそ、うん、そうそうそう左のラフでって右のラフまで行くことって、まあ、そうないかなっていうそうないよねはいでこう昨日なんかもさ、まあ、ワンハン目のコースいったさ、うんはい、右に池があるロングホールあったじゃないですかありましたねで左はすごい斜面なんですよ、はい、あれあの時って僕らまあ僕で言うと前なんかはまあ左サイド狙って捕まえに行ってたわけねはい右替えだから左サイドぐらいだからまあ ちょっとやっこすっちゃうと池の方は危ないんだけどそうですね昨日はもう安心でしたね左の斜面向いて <laughs>、はい、どんだけスライスさせられるかといやそうだからむしろあんだけ左向いてたら、うん、どんなにスライスさせても池入んないし <laughs> 池入んないんで結構いい距離出てたしね言ってましたね、うん、だからやっぱりその球をこう自分で作っていく、まあ、ウェッジとかでもそうなんですね、まあ、ウェッジは皆さんやってるんですよね要は転がしたりしてるわけじゃないですか、はい、球を こう作ってるわけじゃないですか自分でそうですね包み込んだり、ね、カットに振ったりねやってるんだけどやっぱりこう長くなればなるほどできたいからまあ、っすぐ飛ばしたいじゃないですかそうまっすぐ飛ばしたいそれがもう難しくなっちゃうんだよねそうだからその、まあ、遠い距離になればなるほど、うん だってまっすぐ行かせたいっていうかい行かせづらくなってくるから、うん、行かせたい気持ちもそれだけ強くなるわけじゃないですか、うん、でもそれが意外となんていうんですかね調子を乱すというかそうだねなんかこう狂ってくる一つはあるんですよね、うん、まあでもちょっとまあこれに気づいたのがまあ先週で僕も止まっちゃんと、はい、気づいて、えー、まあ今ちょうど2月の終わりぐらいなんですけど、はい、気づいて午後ハーフ行ったんだよね これもう行くしかないですねやっぱり太平洋じゃなくてよそで冷めそうと、はい、そうするとあれやれるなみたいないやそうでしたね、うん、あの結構強風の中でもスコアは良くなかったんですけど、はい、ティーショットに関しては結構こう,うまく打てて僕はだいぶ自信になってますね、そうだよねここ最近のラウンドでやっぱり OB しなくなったんで。うん だいぶドライバーに自信がつきましたね。いいねあのあと大事な時にまっすぐ行くっていうね、うあの緊張感がい。いやそうなんですよね。僕は結構いい自信になりました。やっぱりあの緊張感でやって。そう,そうだね。はい、うん。まあだからまあ皆さんも自分で球をこう操ってね、それをこう実際コース試すっていうのをやっていくと、はい、まあフェアウェイを捉える回数が多くなってくるんじゃないかなと。スコアアップの一つですね。スコアアップの一つだと思いますね。はい。ぜひ試してほしいなと。 そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。